最初にパンってひらめいたのが、チョコレートを使った商品、まあ、チョコの使った商品で何かやろうかなって考えた時に、テングサだったらテリーヌがいけるかなと思って応募した感じになります。月の光が海に反射して月の道ができるっていうのは前々から好きで、あれを眺めながらぼーっと考えてることが多かったので、チョコの黒さを海にして、で、まあ、上の照りっていうんですかね、その月の光にして、これぴったり合うんじゃないかと思ったので、まあ、そのままその月の道っていう名前にさせていただきました。変わった食材使ってますけど、味と食感をこだわって作ってますので、まあ、ぜひお手に取って試してみてください。初めて伺った時、三浦按針とか按針のお墓で、それはとても馴染みがあるものでしたので、とても楽しみに作らせていただきました。按針の瞳というそういう発想がやっぱりとても素敵だと思ったのと、で、まあ、大石さんのいろいろステンドグラスを見てイメージが湧いたということと、一つはやっぱり琥珀糖っていうのはまず透明で、いわゆる宝石とよく言われてますけれども、その透明感で、それを表しつつ長い間航海して日本にたどり着いた、その間に見た海の色もちょっと一緒に表現したいなと、まあ、なんとかこぎつけられて、皆さんにこう手に取っていただければと思っています。一応発案者の方から、まあ、砲弾カヌレ、ベルニー公園の、砲弾をイメージして、アイデアを出していただきまして、まあ、それでやっぱりカヌレっていうのが、まあ、そういう砲弾の形に、まあ似てるということから、まあ、カヌレで、あとは、まあ、横須賀の、地のもの、横須賀の地で採れた野菜や、フルーツ、そういったものを、上にトッピングとして、乗せてみました。まあ、今カヌレっていうのが、まあ世間でやっぱりいっぱい流行っていますので、横須賀ならではのカヌレを、まあ、買いに他県から来ていただけたら一番嬉しいですかね。